あ、撮れてる。みなさんこんにちは、ドクターオクタです。イエイエイ。最近よく出ますけれども、今日は今、何時？10時半なんですけれども、朝から筋トレしてきたので、筋トレ後の朝ごはんメニューを作っていきたいと思います。お願いします。今日はまず朝から牛肉を食べたいなと思って牛肉買ってきまして、あとベーグルとクリームチーズですね。で、持って卵やっていきたいと思います。早速やってみよう。ということで、牛肉はさっき塗装したので、あと塩して温めておきますよね。フライパン温めておきます。よし、ラーメンも塩コショウします。よいしょ。今日は昼前から友達のなんか家を探しに行くのに、不動産屋に行く予定があるので、ちゃちゃっとやっていこう。今日タチアナさんで撮影しようかなと思ったんですけど、ちょっとね時間なかったので、すっぴんでさせていただきます。入れていきよう。あ、全然まだだった。ジュって言わない。換気扇回すのでちょっとうるさいけどごめんなさい。あ、もういける。ピピピって言ったので、牛肉焼いていきます。うん、いい感じだね。私は結構ステーキは片面結構焦げをしっかりつけて、裏面は弱火、もしくは火を消して余熱で焼いていくっていうスタイルが好きですね。いい色。あとはちょっと揚げにして蒸し焼きにしていきます。卵も蒸し焼きにしたいので、お水入れて、ポチ。ベーグルさん焼いていきましょう。焼いていきます。ピピピって言ってるけど、余裕ですかね。うん、いい感じですね。ステーキ卵は、卵も優しそうですね。そう、葉っぱも重要なので、サラダも食べたいと思います。シャシャッとやりましてですね、あんこが芯好きなので揚げちゃいます。花粉やばくないですか。もうタチアナの今年目がすごく痒くて、寝てる時にめっちゃ目かいてて、起きたら目腫れ上がってた。今日もちょっと赤いですよね。わかんないな。よいしょ、ステーキですね。できました。あとは卵さんです。あ、今日うまっ。クリームチーズです。盛り付けよう。はいよー。あれ、これ絶対普通のナイフだよね。違うよ。これは今ほら
スターバタナックですね。よっ、サラダも、あ、塩とオリーブオイル、バルサミコで、いつも適当にドレッシング代わりにしています。このバルサミコ結構びちゃびちゃなので気をつけないと。あー、ほら、やばい。てなわけで今日は見えるかな、はい、サラダとステーキ、卵、そしてなんだっけ、ベーグルの朝ごはんできました。食べちゃう。